皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、商品開発のポイントはアイデアではなくというテーマでお届けいたします。先日、禁煙パイポの開発秘話を知る機会がありました。禁煙パイポが発売されたのは1984年、今から34年も前のことになります。テレビ CM が大ヒットしました。私はこれで会社を辞めました、というセリフが流行りました。禁煙パイポを開発したのは社員わずか4人の会社です。この小さな会社が初年度19億円を売り上げる大ヒット商品を開発したというからびっくりです。ヒット商品を開発するのは大企業ばかりではありません。また多額の資金を投入すればヒット商品が生まれるわけでもありません。禁煙パイポの開発資金は数十万円だったという話です。1980年代の初め、世の中は禁煙が叫ばれるようになりました。かつて私はタバコを1日80本も吸う超ヘビースモーカーだったのでよくわかりますが、タバコはなかなかやめられません。今でこそタバコをやめてから5、6年経過しましたが、それまでも何回か禁煙にチャレンジして、いずれも失敗しました。ですから愛煙家の気持ちはよくわかります。タバコをやめたいけどタバコを吸い続けたいという、なんともアンビバレントなニーズです。このニーズに応えたのが禁煙パイポというわけです。世の中は禁煙が叫ばれ、家庭でタバコを吸えば家族に煙たがられて、さらに体にも悪いことは重々承知していますが、口寂しいのでやはりタバコを吸いたい。何とも言えない心理です。今日の本物の商売を目指すポイントです。禁煙パイポは愛煙家の悩ましいニーズを解消しました。ごくごく一般的に考えれば、禁煙できるような商品を開発するでしょう。抜本的な解決にはこれが一番ですが、私のように禁煙に失敗する人がほとんどです。それほどまでに禁煙は難しいということです。ならば、吸っても周りの人に迷惑にならず、体にも害のない商品を開発すればいいということになったのです。それが禁煙パイポです。素晴らしい視点での商品開発だと思いました。数々のヒット商品&ロングセラー商品を開発してきた商品開発コンサルタントの梅沢信弘さんは、信義さんは商品開発の視点には2つあると言います。1つはやりたいけどやりたい手段がないというニーズ。もう1つはやりたくないけどやらなければいけないというニーズです。どちらかといえば後者のニーズをベースにして商品開発をした方がヒットの確率が高いそうです。やりたくないけどやらなければいけない行動とは、不経済だったり体に悪かったり汚かったりすることが大半です。ロングセラー商品のカビキラーや固めるテンプルなどもこのような視点で開発された商品です。これらは梅沢さんが開発に携わった商品です。カビキラーはお風呂に入っている時にどのような行動をしているのかを調査することからスタートしたそうです。その中でお風呂の目地に付着した黒い汚れを落とすことがありました。ところがスポンジで擦っても落ちません。実はこれはカビなんです。これこそやりたくないけどやらなければいけないというニーズです。そこで考えたのがカビキラーで、カビにスプレーするだけで落ちるという商品です。固めるテンプルも揚げ物で使った油をどこに捨てるのかという調査からスタートしたそうです。新聞を使って油を染み込ませてゴミとして捨てる人の他にも流しに捨てる人もいたそうです。これも同じくやりたくないけどやらなければいけないというニーズです。梅沢さん曰く、商品開発はアイデアではなく正しいニーズをいかにキャッチするかだと言っています。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。